こんにちは。シェア畑流山おおたかの森菜園アドバイザーの福田です。今日はきゅうりの仕立て方をご紹介します。4月後半になり、夏野菜の植え付けを始めたという方もいらっしゃると思います。きゅうり栽培はこれからゴールデンウィークにかけてが栽培開始の適期となります。きゅうりはつるを伸ばしてその先に実をつける野菜です。真夏は台風や猛暑の影響を受けにくい地梅での栽培が向きますが、この時期の栽培は支柱を立てて垂直方向に伸ばしていくのが一般的な栽培です。シェア畑では合掌式に支柱を組んで栽培することをお勧めしていますが、園芸用ネットを使わずに1本仕立てで栽培するお手軽な方法もあります。それぞれに特徴があるので、今日は様々な観点から比較してご紹介していきたいと思います。ぜひ自分に合った方法を選んでやってみてください。それでは行ってみましょう。まずは実際に支柱を立てていきます。ネットを使って栽培する場合は合掌式で支柱を立てることをお勧めしています。合掌式の支柱は210センチの支柱を4本、90センチの支柱1本、園芸用ネットと麻紐を用意します。それでは210センチの支柱4本をはじめに立てていきます。畝をまたぐようにして斜めに支柱をしっかり深く刺していきます。土が硬かったり力があまり強くないという方は、ここからトンカチでコンコンコンと叩いていただくといいかなと思います。支柱を交差した部分を麻紐でしっかり縛ってください。はい、210センチの支柱を縛ったら、90センチの支柱をこのように乗せてあげます。で、さらに210センチ支柱と90センチ支柱がしっかりずれないように縛ってあげます。上に渡す支柱の長さは畝の長さによって変えてください。はい、では園芸ネットをかけていきます。園芸ネットをかけるときはたるみが出ないようにピシッと貼ってあげます。合掌式の支柱を立て終わりました。これよりも少し簡単な垂直式でも支柱を立てていいですが、合掌式にした方が強度は高いので、強い風が吹いたときやきゅうりがたくさんついて重くなった時のことを考えると、このような合掌式で支柱を立てていただいた方が安心です。次に1本仕立てで栽培する方法をご案内します。支柱1本できゅうりを支えていくことになるので、なるべく太くて長い支柱を利用しましょう。今回は210センチの支柱を使用しますが、最低でも180センチ以上の支柱を使っていただいた方がいいと思います。それでは支柱を立てていきます。きゅうりの根を傷つけないように少し離したところに支柱を刺していきます。支柱を立てるときはできるだけ深く差し込みましょう。はい、支柱を刺したらきゅうりと支柱を麻紐で誘引していきます。苗の方は折れないようにゆったりさせてあげて、支柱の方はグラグラしないようにしっかり縛ってあげてください。これできゅうりの1本仕立てが完成しました。これから苗が成長していくに従ってこまめに支柱に誘引してあげてください。それでは2通りの栽培方法を比較していきたいと思います。まずは耐久性で比較してみましょう。成長してきゅうりがたくさんつき始めると、重さがかかるので頑丈でないと傾いてしまうことがあります。こちらの合掌式であれば風や重みで倒れる可能性は少ないと思います。またキュウリはネットが揺れやすいとストレスがかかり成長に影響があります。ネットはできるだけピンと張った状態にできるように心がけましょう。こちらの1本仕立ての場合は見ての通り支柱1本立てれるだけなのでこちらの合掌式と比べると少し弱いような印象です。先ほどポイントとしてご紹介したようにしっかりと深くまで差し込むことが重要となります。支柱の強度としてはやはり合掌式で立てていただく方が安心です。次に日々のお世話で比較をしていきます。キュウリの栽培は脇芽の管理や誘引が主なお世話となります。理想的なお世話の仕方はどちらも同じで、植え付けから背丈が50センチ程度までの株につく花芽や子づるは摘みます。栽培初期は実をつけることよりも株を大きくすることにエネルギーを使うようにしましょう。それ以降は脇芽を伸ばして株にキュウリをつけていきますが、どちらの方法でも脇芽にそれぞれ実が2つついたら先に葉を残した状態で摘心するのが理想です。ただネットを使って栽培する場合には忙しくてそれができないという場合でもつるが絡みつくスペースがあるのである程度放任でも栽培はできます。曲がり花になったり早く株が疲れてしまうという懸念はありますが、栽培自体はできるので忙しくて畑作業は週に1回しかできないという方はネットでの栽培の方が向いているかもしれません。一方でこちらの1本仕立ての場合はネットがないので人の手で支柱に縛り付けていく必要があります。脇芽を長く伸ばしてそのままにしておくと下に垂れ下がったり隣のお野菜に絡みついてしまったりすることがあるのである程度こまめにお世話をしてあげる必要があります。土日にしか来られないという方は雨が続いてしまうと2週間空いてしまう可能性もあるのでその場合にはネットでの栽培を選んだ方がいいと思います。3つ目は収穫量で比較をしていきます。これが皆さんにとっては最も重要な部分かなと思います。収穫量が多いのは圧倒的にネットを使った栽培です。理想の栽培方法としては摘心などの方法は同じなのですが、実際にはある程度元気な芽を伸ばしていく方が多いかと思います。子づるを伸ばすということはその分収穫量は多くなります。ただ生育が旺盛で収穫の管理がきちんとできずに収穫適期の実を見逃してしまったり、たくさんできる実に栄養が分散するということが発生し早くに株が疲れてしまう可能性があります。栄養が足りなくなり栽培後半には曲がり花ができてしまうなど品質が落ちてしまうこともよくあります。多少曲がっていても問題はないのでとにかくたくさん収穫したいという方はネット栽培がおすすめです。一方で1本仕立てで栽培する場合にはきちんと誘引をする必要があるので1つの子づるから2、3本収穫できる状態にして子づるの先端を摘心するという作業が必須です。そのように量をある程度管理しながら栽培するのでキュウリはまっすぐに育つことが多いです。親づるが支柱の先まで伸びたら元気な子づるにバトンタッチするので栽培期間も長く楽しめることが多いです。ただ収穫量としてはネット栽培と比べると少なくはなります。4つ目は栽培スペースで比較をしていきます。見ていただいてわかるように栽培に必要なスペースに大きな差があります。ネットを使用して栽培する場合はつるが伸びるスペースを確保する必要があります。一方でこちらの1本仕立ての場合はこの1本の支柱で育てるので株の周りにつるを這わせるスペースを作る必要はありません。そのためこのように夏野菜を並べて一畝で栽培することも可能です。限られたスペースだけど王道の夏野菜をすべて栽培したいという方はこの1本仕立ての方が向いていると思います。4つの観点から2つの栽培方法を比較してきましたが、最後にまとめてみたいと思います。合掌式は放任でも栽培が可能で、最初に支柱を立てて栽培準備をきちんとしてしまえば、たくさんのキュウリを収穫することができる方法でした。1本仕立てでの栽培は栽培開始が非常に簡単です。ただし日々のお世話は必須なので、そのお世話を楽しみながら栽培してみてください。たくさん収穫をしたいという方は、合掌式でネットを張る方法、スペースは限られているけれどもきゅうり栽培をしてみたいという方は、1本仕立てで栽培する方法がおすすめです。それぞれの状況に合わせてベストな栽培方法を選んでみてください。今日はきゅうりの支柱の立て方をご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。シェア畑菜園アドバイザーの福田でした。それではまた。